最近ピアノの練習に苦戦しているサラです。最近百鬼に気をつけているリナです。アシスタントのネネです。ティアラチャンネルということで、今回はリナちゃんとサラちゃんのポーチの中身を紹介してもらいます。イエーイ。今ね、ちょっと見えるんだけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ。リナちゃんの可愛い、サラちゃんの可愛い、バービーポテト。じゃあ見た目いこう。じゃあリナちゃん、はい、私はこんなポーチです。かわいいポテト。ポテト食べたい。めっちゃ食べたい。反対側も。なんかね、めっちゃ友達がね、毎日のようにポテト食べてる子がいるんだけど、その子めっちゃ思い出しますね。次、サラちゃん、こっち行きます。サラはバービーのポーチです。ここに缶バッチがついてます。うさぎは、紫とピンクかわいい。そう、これはあの引っ越した友達とお揃いで買いました。あの友達、そう。くるくるるるるる、裏は何もありません。裏もポテトです。くるるるるるるる、戻りました。じゃーん。次、中身2人です。2人で出そっか。じゃじゃん。ほら、中身にはこれが入ってます。中身にポーチが入ってます。中身にポーチ、あ、なんかかわいい。そう、なんか中はこんなになってます。なんかガチャって開くね。うん、そう、ガマ口っていう、なんかメイクポーチみたいな、そういう感じがある。多分ガマ口のポーチでめっちゃかわいい。じゃあ一個ずつ入れて紹介します。じゃあこれはちょっと、じゃあせー、1個目、せーの、じゃーん。え、サラちゃんのクリアジェルみたいな、なんかこれは除菌のなんかやつ。あうさぎの除菌のやつです。ピンク、ピンク、ピンク、そう、ピンク。なんか匂いする。これ、いちごの匂いがする。へぇ。私はパックマンの鏡です。じゃあ2個目、2個目いこう。せーの、じゃん。スヌーピーの鏡です。ちっちゃい。じゃあ3つ目いこう。3つ目いきまーす。せーの、じゃーん。あ、かわいい。あ、これ一緒。え、かわいい。今日これつけてきたやつと一緒です。お、私はくまちゃんのハンドジェルです。かわいい。ピンクだ。これはねね好きな色だぜ。かわいい。くまちゃん、かわいい。じゃあ4つ目、4つ目、せーの、じゃーん。リップです。付録のやつ、リップクリームです。これはあのニコーラの付録の WC のリップ。かわいい。これはチフレっていうところで買いました。なんかさ、2人ともさ、色が女の子って感じで知識力が高いね。よし、じゃあ5つ目、いきます。5つ目、せーの、じゃあ、また胸キュアが出てきた。リップです。これはね、かわいい。これはダイソーで売ってる。これもなんかチフレってとこで買いました。かわいい。これはもらったのかな。もらったの、うん、キラキラかわいい。じゃあ6つ目、私終わりました。終わりましたそうです。マニキュアいっぱいあるね。チークです。かわいい。かわいい。どこに？お母さんにもらいました。かわいい。多分これもチフレってとこです。好きだね、チフレ。いや、なんか全部ね、お母さんにもらったから。でもチフレかわいいよね。そうそう、おしゃれ。次、7つ目。これはアイシャドウです。おー、かわいい。サラの大好きな色です。で、これもチフレってとこです。お、好きね、好きね。かわいい。で、4つ目、これは友達にもらった、かわいい、なんか乾燥しないようになんかリップ、なんかそういうハサミっぽいけど、リップにも。これは白雪姫の絵です。プリンセス系好きねね。そう、サラも可愛いよね。以上です。以上です。
今回はりなちゃんとさらちゃんのポーチの中身を紹介してもらいました。感想はりなちゃんはキュートとポップがめっちゃ、めっちゃ混ざり合ってて可愛かったし、さらちゃんは大人っぽさとキュートが混ざっててめっちゃさらちゃんっぽかった、可愛かった、です。からの、See you!